回は全体29位の指名権を持っているセインツのニーズ分析と指名予想をやっていきたいと思います。ここの指名権はトレードで得たものでしたよね。こちらが今回のドラフトでセインツが持っている指名権ですが、もともと持っていた一巡指名権はイーグルスとトレードで失っており、今回の全体29位の指名権はブロンコスとのトレードで獲得しています。トレードの内容はこちらになります。選手ではなくヘッドコーチのペイトンをブロンコスが起用するということで、セインツは1巡と2巡を獲得しているんですね。ペイトンは2021年シーズンにヘッドコーチから勇退していたんですが、契約は2024年シーズンまで残っていたため、他のチームが起用するためにはトレードで獲得する必要がありました。すでにチームから離れているのに上位の指名権とトレードができたのはかなりうまくやりましたね。獲得した指名権がブロンコスがもともと持っていた一巡指名権だったら全体5位になるところだったんですが、トレードされたのは 49ers が持っていて、ドルフィンズを経てブロンコスが獲得した指名権だったので全体30位の指名権となっています。この他にもイーグルスとのトレードによって5巡指名権を獲得しており、全部で9個の指名権を持っています。結構多いのでそのままデックスを強化することもできますし、トレードアップもありそうですよね。セインツは再建モードに入っているので、どういう方針でドラフトを進めていくのか注目です。セインツの2022年シーズンは7勝10敗で地区3位で敗退となんとも言えないシーズンとなりました。 NFC 南地区はどのチームも負け越しだったのでチャンスはありそうでしたよね。同地区のバッカニアーズとパンサーズに対して4戦全敗しているので、これが非常に痛かったです。逆にそこを1勝1敗で乗り切っていれば地区優勝だったんですね。シーズントータルの得点期待値はディフェンスは平均以上ですが、オフェンスは20人と振るわず、パスオフェンスは平均的でしたが、ランオフェンスは平均を下回っています。シーズン序盤にエースランニングバックのカマラのコンディションがいまいち良くなかったというのも影響ありそうですよね。もともとランだけではなくパスレシーブも優秀なタイプということで、そこまで重要視されないと思いますが、2年連続で得点期待値とプラスアルファのディーンがマイナスになってしまっており、一時期のパフォーマンスから低下してしまっているというのと、やらかしがあって2023年シーズンで出場停止処分があるかもしれないというのが危惧されます。ランオフェンスが課題になりそうなんですね。パスオフェンスについてはこのオフのターゲットになっていたレイダースの QB カーを獲得したことによって大幅な向上が期待されています。以前カーのスタッツを取り上げた動画でも話しましたが、カー自身のパフォーマンスは低くないのに、ディフェンスがかなり足を引っ張っていてプレーオフ進出を逃していましたが、ディフェンスの強いセインツに移籍したことでかなり状況は変わっていきそうですね。2022年シーズンはパス成功率はそこまで良くなかったようですが、得点期待値は高く、かなり効率のいいオフェンスを展開できていたといえます。決定的なプレーを決める割合とターンオーバーになりそうなプレーの割合についてはちょうど平均的となっていますが、ディフェンスがいいということを考えると2023年シーズンはもう少しターンオーバーを回避するような方向性になりかもしれません。ディフェンスの得点期待値はパスディフェンスがトップクラスとなっており、トータルでは10位となっています。トータルだと思ったほど上位というわけではないんですね。セインツは毎年のようにキャップスペースをうまく工面しながらのオフシーズンを強いられていますが、まずはディフェンスを維持したままどこまでオフェンスで上積みを作れるかということになると思います。こちらが現段階でのセインツの補強状況です。かなり放出した選手が多いですね。特にインテリアディフェンスラインの入れ替わりは激しくなっています。移籍することになっているダベンポート、オニエマタ、タトル、ストリートの4人は多くのスナップに出場しているというわけではありませんが、ほとんどの試合で先発起用されており、シェパード、サンダースの加入でどこまでカバーできるのかという状況です。2人ともそこまで大きな実績があるわけではないので、急成長を見せない限りはアップグレードにはなっていないと思われます。ドラフトでの補強が必要ということですね。またそこまで出場していた選手というわけではないですが、ディフェンシブバックが多く抜けており、デックスの強化が必要になるかもしれません。新しく加入したエイブラムはもともとレイダースから一巡指名を受けた選手ですが、バスト扱いされている感があるので、汚名返上となるような高いパフォーマンスを期待したいですね。オフェンスは2番手ランニングバックだったイングラムがフリーエージェントとなり、ライオンズからウィリアムズを獲得しています。ウィリアムズは1066ヤード獲得、17タッチダウンと一気にブレイクしたランニングバックなので、カマラの先行きは不透明なところをしっかりカバーしてくれそうですね。先ほどの分布図を見るとそこまで突出した数字を残せていないというのと、ランブロックの良かったライオンズからそこまで良くないセインツに移ってどうなるのかというのが少し気になります。ということでこちらが予想される先発メンバーです。
レシーバーのトーマスは移籍する可能性が高いと言われていましたが残留したんですね。かつてはリーグ屈指のレシーバーでしたが、ここ3年は怪我で思ったような活躍は見られていないトーマスですが、契約を見直すことで再契約を結んでいます。2022年シーズンは開幕戦で2個のタッチダウンレシーブを決めるなど復活の兆しがありましたが、リーグ3で怪我をしてしまい離脱となってしまいました。今のトーマスに多くを求めるのは厳しい気がするので、エースレシーバーはルーキーイヤーで大活躍したオラーベになりそうですね。新しい QB のカートの相性も良さそうなので、怪我さえなければ2022年シーズンを上回るスタッツを残すと思います。3番手にはシーズン後半で起用が多かったシャヒードが予想されており、レイダースデカと一緒にやっていたエドワーズも獲得しているので、デプスはとりあえずは大丈夫そうですが、トーマスがまた怪我で離脱するとオラーベの負担がかなり大きくなってしまうので、開始面でもいいのでデプスを多少補強しておきたいところかなと思います。タイトエンドはチームトップのタッチダウンレシーブを決めているジョンソンに加えてヒルがいるので補強の優先度は低そうです。2022年シーズンのヒルはこれまでよりも QB での起用が多かったですが、今度はレシービングが多くなりそうですね。オフェンスラインについてはライトタックルのラムズチェックは盤石そうですし、レフトタックルのペニングは怪我で出遅れてウィーク12からの起用でしたが、一巡全体10位で指名した選手なので、まずは1年我慢して起用することになると思います。そうなると補強するとしたらインテリアオフェンスラインですね。ピート・モルイスも契約最終年となっているので、若いルイスは再契約の可能性もありますが、先発候補を今のうちに補強しておくのも悪くないかもしれません。いい指名候補があれば選択肢に入るという感じですかね。ディフェンスについてはインテリアディフェンスラインのシェパードとサンダスを補強していますが、デックスも薄いですし、中心選手になれるような選手が欲しい状況です。あとはコーナーバックがラティモア以外が不安じゃないですか。アデボやロビーはそこまで評価が高くない選手ですし、ラティモアはシーズン中盤は怪我で離脱しているので、そこまで楽観視できる状況ではないように思っているんですが、いろんなサイトを見ても特にコーナーバックがニーズに挙げられていないので、このメンバーで結果が出せているし、セーフティーの2人が強力だから大丈夫という感じなのかなと見ています。実際にチームがどう考えているのか、ドラフトで答え合わせをしたくなりますね。ということでセインツのニーズはこのように予想しました。トップニーズはインテリアディフェンスライン、セカンドニーズはインテリアオフェンスラインとエッジラッシャーですね。現状でどうしても足りていないという大きなニーズがあるのはディフェンスラインだけで、あとはデクスをどうするのかということになるかなと思っています。レシーバーや LB の補強もしておきたいですし、コーナーバックやオフェンシブタックルもそこまで充実しているようには思えません。カマラが出場停止処分を受ける可能性を考えればランニングバックも欲しくなりますよね。なのでサードニーズと言えなくもないポジションは結構あるような気がします。そうなるとまずはディフェンスラインを補強しつつ、その都度評価の高い選手を選んでデックスを強化していくような流れですかね。冒頭でも話しましたが、指名権は多く持っているので、ディフェンスラインで高い評価をされている選手が直前で取られてしまいそうであればトレードアップするのも大いに考えられます。セインツは指名権のトレードを積極的にやっていくイメージがあるので注目ですね。今回のモックドラフトでの指名候補はこんな感じになります。ニーズになるポジションが少ないので候補も少なめですね。オフェンスはレシーバーでジョンストンやアディソンといったエースレシーバー候補になるような選手が残っていれば、オラーベとの強力なコンビを組めそうなので狙っても面白そうですが、ハイアットとダウンズとなると少し優先度は下がって、インテリアオフェンスラインのトーランスが第一候補になるかなと思います。 QB は機動力がそこまでないからですし、ランブロックも向上させたいので、オフェンシブガードの指名もありそうですね。ディフェンスはディフェンスラインで有力な候補が残っているので、この中でチームにフィットする選手を選ぶことになると思います。それぞれどんな選手なんですか？マクドナルドは高い運動能力の持ち主で、スピードを生かしたパスラッシュが高く評価されています。特にコンバインではかなり高い成績を残しており、一気に評価を上げました。ただちょっと軽い感じがするので、もっと重いエッジラッシャーが欲しいようであればホワイトになります。こちらも運動能力が高く、インサイドでも起用されている選手なので、よりニーズに合致するかもしれません。インテリアディフェンスラインについてはこれまでも何回も候補になっていますが、スミスが追加されているんですね。キャンシーやブリジーはどちらかというとパスラッシュが優秀なタイプですが、重量級のランディフェンスが得意なインテリアディフェンスラインの方が欲しいということであれば、スミスが適任になるんじゃないかなと思います。それではそろそろ指名の時間です。 Pick is in New Orleans Saints Select Callie JohnCancy Interior Defensive Line Pittsburgh インテリアディフェンスライン
フェンスラインで評価を上げてきたキャンシーの指名予想ですね。40ヤード走で 4.67 という好タイムを記録したほどスピードのある選手ですが、インテリアディフェンスラインとしては軽いのでそこがネックにはなると思ったんですが、新しく補強したシェパードとサンダースが結構重いタイプだったので、時にはアウトサイドからでもサックを狙うようなプレーでうまくチームのニーズを満たすことができると考えました。アーロン・ドナルドと大学が一緒ということで比較されることがありますが、ドナルド並みに圧倒的な選手に成長すれば相当セインツはレベルアップしそうですね。ここまでのモックドラフトの指名はこのようになっていますが、トレードアップしてでも指名したい選手はいますか？なかなか可能性は低いと思いますが、バンネスやマッフィーが落ちてきたらトレードアップの可能性があるかもしれません。あとはカーターがいろいろな懸念でどのチームも指名をスルーしていったらターゲットになるかもしれません。どんなトレードアップがあるのか楽しみですね。ということで今回は以上です。次回はイーグルスによる2回目の一巡指名の予想をしていきます。よかったらチャンネル登録、グッド評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。